ということで今日はまだ昨日の続きをやります。品物何？はい。何品物？サネのバッグ。ああ、それは見らない。じゃあ証券と合戦これと合戦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 とあたか合戦ばっかりやんか。合戦って言うの困ったね。合戦ばっかりしょうがない。場所がこっちにしかないかな。よいしょ。どっちを置いたか。これは河川ですよっていうことで。計算ができてた。これ全部入るとかだって思いながら、いや入るよねって思いながら。そんなわからんけど、絶対無理、全部なら。
高校生の人も喋んかったね、昨日。来ないだ。前だらなんか、あの、もう、1年分あるとか言って言おうちゃったけど、聞いちゃないかったかもしれない。
はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。電話したものどちらで変わりますか？
違うんですよ。違う。ここでルーペ出して。あれば、あの、ブラックライトは。カードがないです。いやいや、あ、こっち。ブラックライト光でもあってもペケるなと思うし、うん、まあ、どんな残念だなと思う感じるともう終わりそうだった、ダメだと思います。すいません、こちらがちょっと扱いません、はい、はい、はい、まあ、あの、まあちょっと私たちが見る限りちょっと違うだろうっていう、このままかと思っていて、ちょっとまあそこはもう断定はできないんですか。あ、いえ、いいですよ、それはもう断定できます。それあの、いつも、うん、うちでは本物としては扱います。大丸かなんかで買ったんですか。多分なんかこう違うと思います。それはきっとなんか買われたものと、そうなんかちょっとあの品物が変わってる。いや、これ20万ぐらいしたんですよ。ギャランティーカードは、まあ、ない、まあ、なくしたんですよ。あと大丸で買われた時のカードもショップのカードも多分あったはずなんですよ。10万ぐらいなんですよ。あ、でも内ポケット入れとかれるといいですよね。あ、1000万ぐらいと思うんですかね。うん、ちなみにこれがもし本物だって断定されたら値段って言われてます。そうですね、今は高いので、ただですね、チェーンとかの革とかもあれしてるんですよね、はい、あれ注意が効かないんですよ、ね、あれが綺麗だとあの5万以上つくんですけど、この状態だと、この状態だと3万ぐらいですよね。3万ですか。はい、わかりました。はい、すいません、それ島崎、あのハンディのブラックライトね、はい、ちょっとやっぱ使えた方がいいけん、あのなんかあれ人って買い替えとって、はい、あれあの
光らせんでもね、あの、ラミネートの横のところがピョーってなんか赤くなるような、なんかこう印がついとっちゃう。あれがついてなかったし、もうペケもないけんね。もう、あの、だから、あれを張り替えられとったらば別やけど、あとのパーツとかも全部違ったけんね。いや、ちょっとそれは諦めて、なんか他にあのブラックライトを買っとってください。うん。あの、多分もう、安いやカホムセンとかなんかで買っと安いやつやけど、あれやけあのまあ、どげんかなっとっちゃう。あの、ちょっと、今みたいなハンディーなパッてこう、ブラックライトの、あの、このタイプじゃなくてもいいけど、もうそのペンみたいなのなっとってもいいけ、うん。ペンの方がいいかもしれん。うん。なんかこう取って、ネットでこう取って、ブラックライト。なんかあの人、この間もずっと何年も前もあれ持って禁止あったような気がするけどな。でも同じことで説明してある気がするんだけど、おじいちゃん。で、いつも同じ会話したよ、私。あれも同じこと言ったっちゃうけどな、多分ね。忘れとっちゃうのね、持ってきたことさえもね。うん、うん、多分。あれ、同じもの持ってきちゃったけど。うんで、その時ははっきり言わんかったと思う。うちはちょっとこれをあのシャネルとして取り扱うのは無理ですねっていう言い方はしとっていいよ。だからあのお店によっては取ったやったら、あ、すみません、それはあの、あれ、お店によって見る基準が違うので、本物として取られるところがあったんですねって、うちでは本物としては扱えないですねって、それでいいよ、あの。それは言えないですって言わんでいい。あの、なんていうかな。あの前は昔はそういう言い方しとったけど、うちの、 あの判断で、あの要するに、相当あの、そういうふうに取り扱いませんっていう言い方でいい。うちの判断基準でそうさせていただきましたっていうことね。あの、プラザとかそういうことやったっちゃ、昔。もうプラザ絶対取らないっていうところとさ、ね、ギャランティーカードがついてないと取らないっていうところと、ほら、OK なあれやねん。とか、あと、あの、あれとかもしれない。そう。だから車ハーツとして売るのが厳しいけんさ、申し訳ないけど、ちょっとこじゃれたシルバーのアクセとしての査定になりますみたいな、そういう言い方よね。だけ言えないって言わんでいいよ。お電話ありがとうございます。話してほしいです。はい。あ、はいはい。はい。はい。そうですね。逆にですね、あの、あそこが壊れてるじゃないですか。あの、結局その、要するに壊れてるか、皮が剥がれてますよね。だから、あそこのところを修理受け付けてほしいって言われて、修理をしてくれたら、もうシャネルのお墨付きもらえましたっていうことで取り扱えると思います。はい。はい。はい。なるほどですね。ただですね、私たちが何を基準に見たかっていうと、あの本体シールがあるんですよね。で、本体シールがその時の時代のものとちょっと全然違うんですよ。だからもしかしたらそういうそ
その本体資料があるのかもしれないんですけど、ちょっとあれではギャランティーもカードもないから売りにくいんですよ。あの商売、あれを商売人たちはクエスチョンでちょっとこれは跳ねてしまう商品だからですね。なるほど、なるほど。なるほど。ああ、まあまあ。ただ、やっぱりギャランティーカードないのは厳しいですよね。そのオークションで言うのも。はい。オークションで言うのも。うちはちょっとその積極的に取り扱いにくいです。はい、はい、お願いします。今のね、今の奥さんがその結局その要するに大丸で買ったって言っちゃうんだよ。だけすみません、あの状態じゃうちは積極的に扱いにくいですって一応思うかな。だけあのじゃあ大丸にねあれを直したいからって言ってから、もし修理受け付けてくれたらそれがお墨付きになりますからね、一旦じゃあそういうふうにされたらいかがですかって一応言うと、もうだけだいぶ時間が経っとうやつや、あれね言うに多分以上経ったもんね、今もうあれが一桁だけど15年ぐらい前やけねえ。あでもまああの箱はねおかしくなかったもんね、確かにね、あの本体仕様は言っちゃうね、うん、あの刻印のあれもね、はい、あのシャネルのね C もね、シャネルのあのロゴの形自体が全然違ってました。そう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 、私もそう思いました、うん、あれちょっと悩ましいね。それお客さん、あれはお客さん嘘言いをした感じではなかったね。あの勘違いなら別やばった。うん。でラミネートもだん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 変わっていったけん、あの頃のやつはでもね、脇あのラミネートになったやつは全部脇が光るんよね。だけんまあちょっとあのパッて見れるように、あの使えるようにちょっとしとかないからね、それはね。これ2つにしてしまうね、そうしないとなくなるな。これ見せておかしいんじゃないよ、いくらなんだよ。これは違います。そしてこれ原稿、日付は2人で昨日確認してます、はい、下の日付のところ。ショッピング駐車場は、うん、まあまあまあそう書いちゃったので大丈夫だよこれね、はい、これ間違いなく書いてあったの、はい、米印カスヤショッピング駐車場はから3月末から3月末4日、大丈夫ですね、はい、そしたら春待ちボタンのことは来年言いますので、はい、ここでこれで進めさせてください、はい、
ってことはそろそろあれよね、もう来年のハガキのことば考えようかな、はい、それでさ、やっぱさ、福岡商工会議所の女性の会のメンバーの人のもう住所やっぱ入力してもらっとこうと思って、ほら今回私手書きする暇がなかったっていう、あの商工会議、あんなのとこマルシェとかの話をしたけどね、はい、だけどやっぱもう、あら、秋野は来なかったわねって言われたって、昨日来て、そういうことは安藤さんの、あ、すいません、今回ちょっとご案内するの忘れてましたって言ったからさ、ちょっとできない。だけど、まだ、もう、印刷でもさ、まだ言っとった方がいいけど、楽しみにしておっしゃる人もおっしゃるもんやけどさ、今度一緒に行きましょうよとかって誘ってくれたりしました、はい、この間買ってくれたのは、人にあげないで、まあ、私愛用させてもらってるわとかって言うしゃるもんやけどさ、だけど、ちょっとやっぱ、人があれば。そうやね、はい。うん。なので、ごめん。今度からさ、もうごめん。
あとね、あの、あったら余計作ってしまったけど、また睡眠不足になるけん、あと音がなかったら早寝れって意味やったちょうだい。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
シャネルが修理受け付けてくれたって、はい、
今そのネックレスを修理してもらってますじゃあ逆に言えばさそれで修理して持ってきになったら受け付けられるよあ、はい、うんまあでも納得いったいかんかったってことはやっぱ本当にそうだったけどねいやーあれは厳しいな悩ましいものでしたねただね、あの、ティファニーとか何でもお磨き受け付けてくれるけんね、ティファニーじゃなくてもね。けん、何とも言う。でもまあ、何回な。もともと打った記録とかなんかがあったとかもしれんね、ちゃんとね。けど、そんなあんな何年かの前のやつの、そんな顧客リストがパッと出てくるわけがないから、その個人の人のでパッとわかるとかいうのはあるかもしれんね。ほら、だってうちだって何十、ほら、要するに創業以来の取引全部取っとうやね。だからその人がいつあれしたとかいうのはまあわかるけどね、その、買い取ったやつだよ。こんなのがボロ、あの、モロ、あの、あれね、あの、ボタン製作武器ね。そうだね。こんなのが、もう、ボタン製作でもあります。あれがちょっとか。
すごいね。
あ、島田君、ちょっと一応見とって。一応ね、分野別に分けてます。あれが全部河川です。河川。はい。で、これが帯です。で、これも河川でも長襦袢とかね、こうなんかごちゃごちゃしたもの、はい、あの、羽織とかなんかとかいうのが入ってます。で、紬がその2つ。はい。紬です。だから、大島紬は入ってませんって言ってください。はい。うん、あくまでも、例えば、村山大島とか、ね、はい、そういうこう、なんて言ったらいいか、大島もどきです。ね、はい、ということです。で、ここが、要は、色染め染め。はい。それで、こっち側が、要は、こっちが織の着物っていうやつ。ね。これが染めの着物です。こう、柔らかいこの生地のやつ。で、中にはね、すごくいいの入っておると。だけど、これは、もしその中で入ってきてたら、この間、間違って、300円で売ったって言うかって、まあ、そう。で、2000円、あんまり300円じゃあんまりやねっていうものが、ここに全部入ってますので、はいはい、とりあえず全部これは。だけど、色止め袖でも390円じゃないものがここに入ってますので、はい、ただし、大きさとかなんかちょっと全部見てないけどさ、小さいかもしれません。でも、柄行きとかなんかでも全部こっちにやってますので、ここはもう夏物から人上から、合わせから全部入ってますので、まあ、それで。で、ここに、帯が名古屋と袋も若干ここに入ってます。はい。はい、っていうので、これ以上の金額のやつはもう奥に入ってますので、なんだっけ。そうよね。それをだけが本当はここに並べるかなと思ったりはするけどね。どうなのかね。並べられない。わけでもないけど並べられない。そうだ、今度はこの番からどっかで行きそうにないね。届くね。ちょ、1個、2個は行くかもしれんわ。もっと上等のをご覧になりたいという場合はですね、ちょっと、どういう言ったらいいかな。なんか。ご要望が多かったらね、ちょっとそれば考えようかね。じゃあ来週は出しときましょうかとかさ。というか、まあ、今から着る機会が多いってね、要するにね。となると言ってるけどね。まあ、ちょっと考えます。で、目あち、目通して、本当はこっちに思ってるけど、本当にね、もっと余、スペースが余っとったら向こう側から並べた方というのは、とても。なので、で、見ちゃうときはね、ここでぜひもう出してから見てないと、はい、こっちはまだいっちゃうけどね、こっち側がね、こうされたらもう、下の後ろ、こっち側にも止まっとったりするじゃん。はい、で、あとね、このもう、いかにも夏物は引っ込めて、はい、たら、これが入るもんね、こっち側がね。だから夏物ちょっと引っ込めましょうかね、これね。いかにも夏物でも、いかにも夏物これしかないよね、これ。これもいかにも夏物ね。これちょっと、あれ、夏のところ、夏のものっていうので、なんか多分、入れとるの。こんなのはね、冬のパーティーバッグや、こっちやけん、はい、いっちゃうけど、いかにも夏物は今並べるのね。ちょっとこれも。これもちょっともう、一旦上にお願いします。はい。そしたら、そこが整いますので、ね。これも本当はボタン用意ないけど、いっぱいそんなたくさん持って帰ってもできんけど、これは一旦これ。よし。じゃあ、ということで、整いました。はい。390円もしくは2980円の、お着物、帯、ご興味のある方はぜひいらしてください。ボリュームたっぷりご用意しております。はい。